でも分かんないですよ。またね、この今までのパターンのようにね、こうまたガッと登ってね、しばらくわーきついだるいなんて言ってるうちにね、またなだらかなほわーんとした道になったりとかありえますからね。まあでもね、これ川森山知ってる人だったらさあどうかねみたいな感じなんでしょうけどね、まあ、本当今日初めてですからね、不安でもあり期待でもあるってところですよ。さっきは川に降りることでだいぶ標高損してね、でまた登り返しで、まあいいです、きついはきついですけど若干ちょっと体が冷え気味だったんでね、これで温まるってもんですよ。まあ勾配はきついけれど道はそんなに今んとこ荒れてる感じはしませんね。ただひたすら上がっていきゃいいってところですよ。あ、もう本当風の雰囲気がちょっと涼しいから冷たいに変わってきたな。もうここら辺で標高1000近くはあるんでしょうからね、まあ、川のり山がね標高1300なんぼですからね、だから計算したらまあ1300メートルだと100メートル上がるごとに 0.649 下がるからね、まあなんだ、だいたい7度8度は低いっていうことは頂上はね、10何度ってとこだな。いやこりゃね過ごしやすいですよ。だからね山登りって上着が必要なんですよね。山頂は結構そういったわけでね、まあ、1000メートルも行くと寒いですからね。結構な勾配で上がってきたらなんかまた緩い感じで登ってますね。もうこれでいいんだろうかってね、なんかまたこのロープで鎖でよじ登るところがないとちょっとね、いやさっきの、ね、100キロの滝あたりからのきつい道比べると張り合いがねえなって思っちゃうんですよね。でもこれはこれでいいですよ。ちょっとは歯ごたえが出てきたかなと思ったらね、さっきのをねちゃんと整備してあって優しくなってるっていうね、まあたまにはねメリハリがあった方がいいですよ、ね、刺激になりますからね。まあ本当なだらかなところもいいですけどね、まあ、ちょっとやっぱりね退屈さは否めないですからね。もうガッと登るとこいやわかんないな、本当初めてのとこだからね。でも全般的にこう平均的に見りゃ楽だよね。まあ楽なのはいいんだけどね、いや楽なゆえねちょっと空腹が結構腹の底から迫ってんですよね。胃の中から飛び出しそうにね、なんか荒っぽいとこ歩いてるとねそっちに注意が集中されてね、こっちは荒いですけどね、まあ、たまにこういうとこもありますよ。そう荒いとこ歩いてるとね注意がそがれて空腹感感じないんですけどね、優しいところになるとちょっとやっぱり腹減ったなってくるんですよ。でももうねあと小1時間もすれば頂上なんでね、まあ、そこで飯にしますよ。ただ東屋とかないよな、まあ、ベンチはいくつかあるんですけどね、まあ、先に取られて誰か使ってるでしょうね。これはどういうことかな、こう上を行くのか、なんか下に踏み跡あるな。じゃあ下を巻いて行きゃいいってことか、あこっちの方が歩きやすいって感じだけど、ちょっとこれはなんかやばいね。あやじゃあやっぱりこう行くんだ、なるほど、こういうのはねやっぱり地図には載ってないことですからね。よっとよいしょ、だいぶね歯ごたえが出てきましたよ。でも あそこの角を曲がったらまたなだらかになるのかな。で概ねもうねなんかガンガンこの急斜面をね岩場をよじ登るって感じはないような気がしますね。あそんな感じだね、大丈夫だな、よいしょよっと、よしよし、川のり山っていうわけですよね。川ののり要するに苔ですね、本当にね苔がいっぱいこう沢沿いに生えてますからね。
まあ、これね、本当にこういうね、苔むした岩が好きな人はたまらんと思いますよ。ロックガーデンもいいんですけどね、いやこっちの方がもっとね、山奥でね、ワイルドでね、こうやりがいがあるっていうか、秘境感がありますからね。秘境って言ってもね、秘境門の秘境じゃなくてね、秘められたこの境遇っていうか、そっちの秘境ですよね。本当苔すごいね。苔だらけだな。そんだけ湿度、いやでもな、そんなにこうね、割と開けてるからね、湿度が高いというわけではないと思うんですけどね。あ、でも山肌自体からあちこちから水染み出してますからね、こう湿気が溜まるというよりは、この山自体たっぷり水分含んでるんですね。でこう苔が入るんで川のり山ってわけですね。なるほど。でも苔だから川のり食えないよな。ルートは合ってますね。でこっちの沢ね、さっきまで多少水が流れてちょろちょろ行ってたんですが、もう伏流水になっちゃってね、音がしません。なのでね、もう完全に源流上流ですね。でもこれでもね、大雨台風の時はダーッと行くんでしょうね。まあそういう時はここまでやってこれないですよ。土地ものすごく増水してね、沢を渡るとかできないでしょうからね。でも今日は本当はある程度渡れてよかったですよ。いやこのとこ雨が多いんでね、最悪ね、増水しすぎてどうかと思ったんですけど、いやいや、ちょうどいい感じですよ。伏流水になった沢から離れて、まだまだ若干登っていくのか。まあ皆さんここで休憩しておりますが、でもここが山頂ってわけじゃないですね。道はね、まだまだ先に続いております。前方なんかちょっとなだらかだけどね、どうだろう。いや頂上の前にね、人登りね、岩山よじ登りみたいなのがあったらな。同じ奥多摩のね、大竹さんですか、聞いてねえよっていう岩山よじ登りが直前にありましたからね。さあどうだろうな。完全に伏流水になったかなと思ったら、ちゃんとね、流れてますね。でもまたね、染み込んでいっちゃうという。これでね、どっかパイプの中からターッと出てくる水があったらね、それも飲めるんですけどね。どうもこう地面張ってる水っていうのはなんか飲む気がしないんですよ。緊急時は別ですが、もうまさにね、沢と道が一体になってますね。もう沢というよりはもうほぼ川の源流ですけどね。いやいい感じだよねこれね。いや本当に苔多いわ。川のり山ですよ。もうそろそろ山頂っぽいんですよね。なんか上の方なんかちょっと透けてる感じがしましてね。これ最後の方は岩石登りみたいなんでなって、このままだらだらゆるゆる登っていくんですかね。それでもやはり今まで散々登ってきたんで、だいぶね疲れがっていうか、もう腹減ってるっていうのが大きいですね。山にありがちなテープが垂れててね、なんかこっちみたいな感じですがね、踏み跡はねしっかりこうついてましたね。まあこれ、あでもなあ、あそこ山頂じゃなくて、これなんかもう一、この尾根に登ったらもう一登りありそうですね。やはりここで終わりではないですね。この尾根を行くのか。やっぱり最後にあったね。あのままね、沢沿いにゆるゆる行くかと思ったら、そうは問屋が下ろしませんね。この前大山のネクタイをね、上がった時よりもなんか疲れる感じがするんですよね。気のせいかな。っていうのもね、こんとこ毎日、まあ会社行ってる時はね、午前120回、午後120回、合計ね、ランジっていうスクワットの一種やってるんですよ。休み時間のたびにね、まあ分割してね。で、昨日金曜だったんでね、土曜日、翌日山登るってんで、午前中のね、120回はやっちゃったんでね。で、いつも山登るのは日曜が多いんでね、土曜はね、家で
その今までの1週間の会社での賃労働の疲れを癒して、だからだーっとね完全に体休めてるんですけどね。だからちょっとその昨日のねそのスクワットの一種ランジの疲労が出ちゃってんのかな。やっぱり山登る前日はねだーっとだらけて体休ませた方がいいな。メジャーな登山道はこうやって道しるべあるのありがたいですね。距離入ってるともっと良かったんですけどね。でもねメジャールートだからってね必ずしもね縦札があるってわけじゃないですからね。中にはねいやバリエーションルートがあってそんなぐらい縦札少ない道もあったりしますからね。あ、なるほど、こっちにもなんか怪しげな道があるからああいう風になってんですね縦札がね。まあ、そうやってね方向を示す場合もありますからね。あ、だから距離入ってないとも言えるな。でもまだまだこれ登んなきゃいけない。これ登り切ったら頂上だといいんですけどね。勾配は急と言ってもねいやなんだかんだでジグザグジグザグ上がってんでねそんなにきついってわけじゃないですけど、まあでも散々歩いてた上のこれだからきついっちゃきついですね相対的にね。で路面状態も非常にいいですね。これでねザレザレのガレガレだったらちょっとやってらんないですけど、いや全然そんなことはないですよ。結構石が目立ってますけどね、そんな滑る感じじゃないですよ。本当石の舗装って感じですね。もう一登りかな、あれが山頂かな。でもねあんまり期待しないようにしよう。山頂だと思ったらね単なるねこういった尾根道のピークだったりとかあるあるですからね。でついてみたらなんだよまた下ってる登り返しかよってよくあることですからね。でもね実際として山頂だとありがてえなってとですよ。ベンチがあって休んでる方いらっしゃいますね。ってことはこれで山頂でいいんですかね。確かだだっ広い広場みたいな山頂って聞いたんですよねえ。もうじゃあこれで着いたのかな、どうなんだねえ。うん、あっちですか山頂。 ありがとうございます。いやどうやらもうちょい先のようです。そうするとさっきの方教えてくださったようにこれもうちょっと行きゃいいんだな。いやもうねなんかすごい登りはない感じ、まあゆるゆるという感じで自然公園の遊歩道みたいな感じですね。うん、前方ちょっと尾根がついてますけど、まあ、まあちょっとひょっとしたらあるかもしれないけど、まあまあ大丈夫でしょう。さて、あまだまだだ、いやまだ尾根道ついてるな。でもこう穏やかなまま行ってくれるといいな。今度こそこれがね山頂だと思うんですよ。どっちからでも行けるけど、まあこっちの踏み跡のいい方行こう。まあ確かに方向としてはこっちでいいんですけどね。まあこれもまたねピークの一つでね、いやこれこそね本当に川の山その山頂としてのピークであってほしいですよ。今度こそはなだらかな高原状になってきましたね。あなんかそうこれね誰かのそうブログの写真で見たことありますよ。どうもこれが頂上らしいですね。もうちょっと先あそこのピーク行ってみましょう。間違いありませんね、ここ本当のピーク川のり山です。いや着きました。やはり皆さんここでね休んでいらっしゃいますね。やはりねこう平たい高原状になってるってわけです。いや川のり山川のり山頂でモニュメント 1363.2、 いややっぱり 1000m 超えてますね。さて時間の方はですね12時29分、あいや
いや意外と早いな、13時回ると思ってました。